やハロー、どうもこんばんは。アニメリアク職人ことマジャレギのハマーです。現在2024年1月30日火曜日の、午前12時34分ですね。はい、先ほど月が導く異世界道中第2幕4話ですね、見終えましてアップロードして、もっかみながら感想を書き終えて、はい、今からは姫様拷問の時間です4話を、アベマ TV で見ていきます。はい、先に軽く自己紹介。自分の本業は大道芸人、大パフォーマーです。ナイトスクープに依頼者で4回、月曜から夜更かし、目覚ましテレビ生放送、世界生まれめテレビ特捜部などテレビ30本以上出演。そして2022年には深田恭子さんと CM 共演まだ果たしてますが、現在コロナで全く仕事が戻らず、アニメリアクターやってますが、リアクター的には多分投稿本数日本一、間違いなく日本一が、再生数の低さとチャンネル登録者数の伸びなさ、これにずっとね、もうメンタル粉々されてますけども、それでも一日も休まずリアクション動画投稿続けてます。ぜひ応援よろしくお願いします。じゃあいきましょう。なおアニメ本編は流れませんのでご注意ください。またわけのわからないタイミングで広告が入ってきますんで、申し訳ないですがそれを我慢しつつ同時をしていただくか、もしくは普通に視聴いただいた後にリアクション部分だけを確認ということでお願いします。いきます。3、2、1スタート。今んとこ、あの今期ナンバーワンの面白さ、一番好き。陽気、陰気、トーチャートルチュールとマオマオワちゃん。これジャイアン、ジャイアンだったっけか。そうね、父ちゃんを呼べーってね、最後ね、前回いやいや チャンスをやろう。わしを拷問してみろ。かな地味ないんかい。えらい展開だったな。いや結構役立つ情報を引き出してんのに、作戦の暗号信号に関してはマオマオちゃんが初めて引き出したからって部屋に飾りたいからって誰も見せんかったら魔王やからね。あと日曜の朝が手薄やいうのにね、日曜の朝はリアタイでアニメ見たいからって言って。うん、まあ現状これ今一番好きですね今期で。ちょっとキャラクター表だけ出しとくか。姫様、まあまあちゃん、あのジモチがおもろいね。またジモチの回想シーン出てきたな。なんかあとルーシュブリタンまた来るんかな。拷問の時間です。おう、同じく飯テロなんかな。
さっぱり。泡が出るからね。うお。ふわふわふわ。お。お。うわ。話した。魔王は話した。浄化されていく。魔王塾行ってるのかじゃなかった。最高位拷問官。自分酒飲まれへんのでね、ビールのうまさがわからへん。
はい、プイッつったよ。ギルガちゃん、いくつに？ほう。アヒー言うだけの。サンダーみたいなもんか。ランランラン。姫様？エクスも話した。もう分かっててもおもろいなこれ。恋仲。妖刀村里秘剣、ギルガっつったか。あ、クロールや。あ、白熊の赤ちゃんね。姫様？でかいな。でかっ。マッドウルフ。
肉球か肉球か マニアックすぎて羨ましくない。確かに肉球の匂いって独特よね。いやくっさーってなっちゃう。ああ、やっぱり。逆に何でガラケーやねん。姫様、新たな世界の扉開いた。クロッチ。姫路。肉球パーティー。ガラケーなおもろいな。あーキュイ。平和な世界やな。あーおもろい。魔王の森公園。あ、まあまあちゃん。服って キャップの絵に王冠のおもろいな。ほんと捕虜って書いてあるな、ここに。王族徒歩で書いてんの。姫様陥落早い。どやどや。セルフ陥落。
姫様、姫様話した。ちょ、もう逃げれるやん。普通に逃げれるやん。マットゴルフまで来てるよ。狭っ。あ、キックベース。ほう、ボンさんが塀を越えた。関係かな。どんな折り方やねこれ。さあ、ギルガやったっけ、ギルガ、あ、千本木さやかさんね。あれキュイちゃんの声誰だ、これ乗ってないな。どこにいたか忘れたわ。はい、オッケー。ちょっともう一回、キャストを見たい。この辺か。うん。あ、そうか、クロールって山根愛さんだよね。ほうほうほう。でキュイが、あ、キュイちゃん、木のひなさんか。そうか、木のひなさんって最近何出たっけな。もうパッと出るのは働く魔王様のあのアラスラムスやね。ミケニャン、マッドウルフ、古賀明さんって知らんな。ミケニャン、朝比奈まどかさん、あれミケニャンって誰だっけ。ミケニャン、ミケニャン誰やったっけ。ミケニャン、ミケニャンって誰や。まあいいか。はい、まあとりあえず今回まずね、前回トーチャートルチュールが、魔王に呼び出された。で、お前はほんまに最近の拷問が甘いんじゃないかということで、わしを拷問してみるということで、缶ビールでまさかの一発KO。
わしは光魔法属性に弱い言うたけ。わしの弱点は光魔法属性の魔法じゃったけね、ちょっと忘れたけど。うん、魔王は話したと。ということで、まあ、とりあえず継続続行。で、ちょっと趣向を変えてみようかってことで、今度まさかのエクスにね、エクスに拷問も思いつかんかったな、なんか考えつかんかったわ。なんか毎週だから、その、自分のちょっと想像力が乏しいのもありますけれども、なんか想像の上を来るね。まず魔王に拷問ってことも思わんし、エクスに拷問。で、これもまたあの、ギルガという、武器職人であり初級拷問官が来て、まあ研いでくれたりだとかして、もうあの甲骨のエクスの声ね、あの小林千佳弘さんやから、あのゴールデンカムイのね、あの何やったっけ、あのオットセイやったっけ、あ、アシカやったっけ、なんかの肉食って男どもの、あの気がおかしくなった時のあのシーンを思い出してもらって、もうちょっとさらに笑いに加速がついたかな、あのシーンは。で、結局話したけども、なんて秘剣なんたらと、妖刀、村間は恋仲だ、どうでもええわそれ、ほんまにどうでもええ。まあほんで今度クロルが来て、まあ今度またキュイちゃんと、キュイちゃんなんかね、キャッキャッキャッキャしてたけども、そこでマッドウルフ持ってきたけども、全くマニアックすぎて恨ましくないという姫に、逆に頼むよ話すから言って話したのが、トーチャートルチュールの待ち受け画面が最近生まれた姪っ子、まあトーチャーがあのガラケーってのもめっちゃおもろいね、なんかで、まあ結果的に姫は新しい門を開いてくれたってことで、さらにクロルと仲良くなった。クロッチと、クロッチと姫っちやったっけ、呼び方ちょっと忘れたけど、で今から肉球パーティーしようぜってことで、もうなんか全員参加でね、やるら楽しそうで平和で何よりでしたな。ほんで最後は、もうもはや外行ってるからね、ここに捕虜って書いてたけど、マオマオちゃんの、公園で遊ぶ姿を撮りながら、まあ王族は公園で遊んであかんからと言われたから、あ、そんな遊びたいと思わへんわって、もう完全にもう全てネタフリやからね王族のくせになんで徒歩で帰ってね、まずそこも突っ込みどころだからやけども、ほんまは遊びたかったんだというね、セルフ、え、なんつったっけ、セルフなんつった、ちょっと忘れもた、陥落か、セルフ陥落しないでくださいって言ったか、うん、で、まあまあまあ、まおまおちゃんの可愛い笑顔にね、もう結局負けて、みんなで楽しく遊んで、ね、姫がやりたかったことを、全部やってたんじゃないあれ。シーソーと、なんつった城を作るのと、ジャングルジム登るか。ジャングルジム登ってたっけな、ジャングルジム登ってたっけか。ちょっとあのダイジェストシーン、ちょっと。ジャングルジムには登ってないかな、シーソーはしてたな。ちょっとそこだけ確認させてもらいます。今20分ちょうど、20分2、3、4。ブランコしたやろ？で、シーソーしたわな。これはジャングルジムかな？うん、で、まあみんなが遊びに来て、キックベースか。これ狭いフィールドだな、ほんで。でこの靴をマッドウルフが取ったら、もうこれもまずおもろかったし、あ、ジャングルジムだけは乗ってないなこれ多分、うん、ほんでボーンさんが平行いたか、うん、 X だけ動いてんのかこれ、ほんでまあまあスナッシュを作ってた、まあまあまあ、あの全部かなってよかったですねでまあ最後にやはりもうあの魔王様に、前回魔王マーちゃんの、何成果を、初成果を出したメモを見せてくださいと言ったものの、何マオマオちゃんの動画を見るのに夢中になりすぎて、どこの歌か忘れたわーってエンディング、おもろすぎるやろこれ、うん、さあまたねこれはどういう予想外のことが起きてるのかな、毎週楽しみやわこれ。はい、あの今のところ今季ダントツ1位ですね、めちゃくちゃ好きですこのアニメ。はい、ということでね、姫様拷問の時間です、4話でした。よかったらチャンネル登録、高評価また応援コメントなどよろしくします。ここから1分ちょうど自己紹介するんで興味ない方は切ってください。
はい、自分は世界で唯一の技の持ち主であり、この本の著者であり、大道芸人であり、そして子供向けのパフォーマーをやってます。普段やればできる諦めない伝え力で、主に保育園、幼稚園、小学校、子供会などでパフォーマンスをしますが、現在コロナの影響で約3年11ヶ月仕事が全くありません。貯金と節約生活だけでなんとか生き延びてますが、貯金はだいぶ減ってきました。亡くなり次第これになります。はい、まあそんな自分の本業も知って、ぜひ応援をしていただきたいんで、説明文にある URL をクリックしていただいて、できたら本業チャンネルの登録応援もお願いします。そして深田恭子さんと出たこの CM の URL も載っけてます、ぜひ見てください。アニメのリアクションその他もろもろスタートして今日で1405日目、長いですね。ただこのチャンネルはもっと長い2009年4月25日パフォーマーのチャンネルとしてスタートしてますけれども、コロナで一気に仕事がなくなり、いつの間にやらこのチャンネルでアニメのリアクションスタートしてからの約1年5ヶ月分、推定2000本以上、2021年8月18日までのリアクションだが自ら出て削除されてます。そんな地獄を乗り越えたものの、未だにずっと地獄で、再生数もチャンネル登録も信じられへんぐらい伸びてません。まあこれってね、もう正直続けるのしんどくて、やめたやめた毎日言ってますけれども、それでもやればできる諦めない伝えたいと思って、一日も休むことなく、コロナになろうがインフルになろうが、歯くじばって気合と根性だけで、動画投稿続けてますんで、何卒応援のほどよろしくお願いします。以上、アニメリアク職人ことマジラジョギネハマーでした。最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。それでは失礼します。